沈黙、サイレンスマイナスは、2016年のアメリカ合衆国の歴史ドラマ映画、遠藤周作の小説、沈黙を原作とする。監督は、マーティン・スコセッシマーティン・スコセッシが監督、ジェイコックスとスコセッシが脚本を務める。出演は、アンドリュー・ガーフィールド、リーアム・ニーソン、アダム・ドライバー、久保塚陽介、浅野・忠信、一世尾形、塚本慎也。 小松菜奈、加瀬老いた吉良。ら。日本では、角川の配給で2017年1月21日、公開。キリシタンらに対する、激しい迫害や拷問、処刑のシーンなどが多いため、レーティングは、日本では、PG-12 指定だが、アメリカでは、R 指定となっている。劇中では、BGM の音楽はほとんど流れない。17世紀、江戸時代初期。 ポルトガルでイエズス会の宣教師であるセバスチャン・ロドリゴ神父とフランシス・ガルペ神父のもとに日本でのキリスト教の布教を使命としていたクリストバン・フェレーラ神父が日本で帰教したという噂が届いた。尊敬していた主が帰教したことを信じられず、二人は日本へ渡ることを決意する。二人は中国・マカオで日本人の漁師にしてキリシタンである吉次郎の手引きにより、 日本の友木村に密入国する。そこでは、隠れキリシタンが武行の弾圧に苦しみながらも、信仰を捨てずに祈り続けていた。被災はなく、爺様と呼ばれる村長の一蔵だけが、洗礼のみを行えるという環境だった。二人は村人たちと交流を交わし、布教活動を行ってゆく。吉次郎はかつて弾圧を受け、踏み絵により、帰郷を示したが、 自分以外の家族は踏み絵を行えず、完全で処刑されたのだという。罪の意識を背負い苦しむ吉次郎は、自分の村である後藤列島にも二人の宣教師を招き、布教を広める。そこで、フェレーラの手がかりもつかみ、任務は順調かと思えた。しかし、キリシタンが共木村に潜んでいることを嗅ぎつけた、長崎奉行。 井上地区を守るが村に訪れ、二人の宣教師の身柄を要求した。村人たちは必死にかくまったが、代償として一、一蔵吉次郎、そして敬虔な信者であった、も吉を含む四人の村人が人質となった。武行は、踏み絵だけではキリシタンを炙り出すことは困難と考え、イエス・キリストの像に唾を吐けと強要した。四人のうち吉次郎を除く三人は、 気境しきれず、処刑されることとなった。自分たちを守るために苦しむ信者たちを見てロドリゴは、苦悩する。なぜ神は我々にこんなにも苦しい試練を与えながら、沈黙したままなのかロドリゴ神父は、吉次郎に、銀三百枚で売られる。奉行所では、井上地区を守ると通じが本当に気境を進めるが、ロドリゴは拒絶。ある日ロドリゴは海辺に連れて行かれる。そこでは、 キリシタンの百姓たちがスマきで海に沈められ、すでに捕獲されていたガルペ神父も後を追ってで騎士する。武行たちはキリストの教えで多くの民が死んでいくことを責め立てる。ロドリゴは帰郷して沢の正しやんを名乗るフェレーラ元神父と対面。フェレーラも帰郷を進める。ロドリゴの牢のそばで穴釣りの刑が始まる。 殉教者たちの苦しみの声に耐えかねたロドリゴは、踏み絵の前に立つ。ここでロドリゴは沈黙していた神の声を初めて聞く。私も苦しんでいたと聞いたロドリゴは踏み絵を踏み、帰郷する。1641年、来日したオランダ人、ディーター・アルブレヒトは、ロドリゴの消息を伝える。ロドリゴは、井上奉行から岡田三衛門の名を与えられ、妻をめとり、 輸入品からキリスト関係の物品を除く任務に当たった。吉次郎はロドリゴの前でこっそり国会するが、守り袋に小さなキリスト像を掘った板を隠していたとして連行された。ロドリゴは気境を守り、日本で亡くなる。棺桶に守り刀が入れられ、仏教式の葬儀で仮装される。だが遺体が炎に包まれる直前、ロドリゴの手のひらにかつても基地から託された。 小さなキリスト像があった。本作の構想は1991年から存在しており、スコセッシの念願の企画と言われていた。企画は2009年から具体化し、ダニエル・デイ・ルイス、ベニチオ・デル・トロ、ガエル・ガルシア・ベルナルが出演の交渉に上った。しかし企画は一時と上げされ、その間にスコセッシは、シャッター・アイランドとヒューゴの不思議な発明を制作した。2010年、 ウルフマンの宣言の際に、デルトロは我々がやろうとしていた映画、沈黙は先延ばしになっているが、私はとても楽しみにしていると述べていた。2011年12月、スコセッシは沈黙が次回作になると述べた。ベイルイス、デルトロ、ベルナルが出演するか否かについては明言しなかった。しかし2012年3月、スコセッシはかつて棚上げになっていた。 ウルフ・オブ・ウォール・ストリートの制作に着手した。2012年5月には、チェッキ・ゴーリ・ピクチャーズの CEO が、沈黙が、同社の制作予定作品の筆頭だと語った。2012年12月、チェッキ・ゴーリ・ピクチャーズは本作に関わる同社との契約を保護にしたとして、スコセッシを提訴した。同社によれば、スコセッシは1990年に、訓練の制作完了後、 沈黙を制作することに同意したが、リパーテッド、シャッターアイランド、ヒューモの不思議な発明を監督するために、2004年と2011年に本作の制作を延期する代わりに、相当量の保証と、その他の有益な援助を支払う契約を交わしたとされた。これらの額は、映画1本あたり100万から150万ドル、プラス最大20%のスコセッシのバックエンド保証と言われた。 訴状の主な争点は、スコセッシがヒューゴの不思議な発明に関する違約金の支払いを怠り、また沈黙に先立ってウルフ・オブ・ウォール・ストリートを制作したのは契約違反だという主張だった。スコセッシの代理人は、これらの主張は昨年双方の合意で明示された条件と完全に矛盾し、食い違い、相反するものだと述べた。スコセッシはまた訴訟を マスコミを使った売名行為、無益な行動と一周した。2013年4月、沈黙の撮影が2014年7月から台湾で開始されると発表された。2014年1月までにスコセッシは台湾でロケ班を始めており、撮影は同年夏開始予定とされていた。プロデューサーのアーウィン・ウィンクラーによると、制作が長く難航したのは17世紀の日本という、 舞台を再現するのが非常に高くつくためで、台湾は予算が抑えられるために撮影地に選ばれたという。2013年5月、イエズスカイシサイセバスチャン・ロドリゴ役に、アンドリュー・ガー・フィールドが、通じ役に、渡辺健が配役された。2014年1月には、司祭、フランシス・ガルペニ・アダム・ドライバーが、恐怖・クリストバン・フェレーラ役に、リーアム・ニーソンが配役された。 2015年1月、スケジュールの都合から渡辺が降板し、浅野忠信が代役に起用された。主要撮影は2015年1月30日から5月15日まで台湾で行われた。2015年1月28日、本作の野外セットにおいて危険性が指摘されていた構造物の補強中に天井が落下し、作業員1人が死亡、2人が怪我を負った。 2014年7月にパラマウント映画が米配給系を獲得した。同社は当時2015年末の公開を見込んでいた。2016年8月にスコセッシが語ったところによると、本作は同年10月には完成する見込みで、暫定的に11月か12月の公開が予定されているものの、具体的な公開時期は配給のパラマウント次第だとされていた。 2016年9月、2016年12月23日に公開されることが発表された。日本については、当初2013年5月のカンヌ国際映画祭でギャガが配給権を獲得したと報じられていた。しかしその後2016年2月のヨーロピアンフィルムマーケットで角川が権利を獲得したと報じられ、2016年9月には、 同社の配給によって2017年内に公開されること11月には公開日が2017年1月21日に決まったことがそれぞれ発表された。タイム誌の企画トップ10エブリシング・オブ2016で2016年に公開された映画のトップ10の第5位に選ばれる。ありがとうございます。